XR 会議2022にご参加いただきありがとうございます。本セッションはスポンサーセッションです。セッション開始まで今しばらくお待ちください。まもなく次のセッションが始まります。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。お時間となりましたのでセッションを始めます。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。それではどうぞ。皆さんこんにちは。本日はデロイトの講演にお越しくださりありがとうございます。デロイトの森雅也です。 XR 会議ということで開発者の皆様、 XR に興味関心のある企業担当者の皆様に企業の DX 変革を推進するコンサルティングファームから見た企業向けインダストリアルメタバースの未来像をご紹介し、そのメタバースの導入を強力に推進しているパートナーの NVIDIA 様から最新のオムニバースを使い方含めてご紹介いただこうと思っています。講演の流れですが、まずはデロイトの XR サービス、メタバース、特にインダストリアルメタバースの取り組みについてご紹介した後、NVIDIA 様からデモを交えてオムニバスをご紹介いただきます。本日の登壇者の紹介です。デロイトからは、私、森雅也と、XR チームをリードする稲葉の2名、NVIDIA 様からは、プロフェッショナルビジュアライゼーションビジネスディベロップメントマネージャーの高橋様と、ディベロッパーリレーションズオムニバースエンタープライズエンジニアの梅沢様の2名にご登壇いただきます。まずは、はじめに簡単にデロイト・トーマツ・コンサルティングのご紹介をいたします。
デロイト・トーマツ・コンサルティング合同会社ですが、こちら国際的なビジネスプロフェッショナルのネットワークであるデロイトのメンバーであり、日本ではデロイト・トーマツグループに属しています。このスライドにございます Lead the way、 明日への道を共に開くというコンセプトを掲げて、さまざまなビジネスの課題に挑戦する企業の皆様の良きシェルパであろうと努めて、さまざまなご支援を行っております。デロイト・トーマツグループですが、グローバルでは全世界150カ国34万5千人を超えるエキスパートを有するデロイトの一員として日本のコンサルティングサービスを担っています。現在4000名を超える規模のメンバーとともに、社会課題の解決と新産業創造でクライアントと社会全体をご支援しております。デロイト・トーマツ・コンサルティングがどのような全体像でビジネスのご支援をしているかを示したスライドになります。3つの軸がございます。1つはインダストリーの軸です。さまざまな産業領域のプロフェッショナルが専門的な知見に基づくコンサルティングをご支援しています。そしてもう1つはサービスの軸です。例えばここは企業のさまざまな戦略的活動、あるいはアナリティクス、あるいはその M&A の実施、さらにはマーケティング戦略、さらにはサプライチェーンの戦略やヒューマンキャピタル、人事的な施策の実施等々、各専門領域に基づいたプロフェッショナルが存在し、インダストリーのチームとともに連携して高度なコンサルティングをご提供しています。もう一つの軸はイネーブリングファンクションという軸です。こちら従前のコンサルティングビジネスの枠にとらわれない、例えばさまざまなデジタルプロダクトを通したご支援、あるいはソリューションのご提供、あるいはさまざまな企業とエコシステムを形成し、でそれによってクライアント企業のですね、戦略の実現を助ける等の従来にない価値の提供というところを行っています。これら3つの軸を組み合わせた変革のご支援というところが大きな特徴となっています。 Web3 メタバースに関するビジネス支援というところでも非常に幅広い領域においてビジネスをご提供しています。例えばそれは戦略ガバナンス策定という上流の領域から具体的な実際のそのビジネス領域でのご支援、例えばその B2C 領域でのマーケティング目的での例えばイベント企画実行支援や、あるいはコマースの戦略の実行、もう一つは B2B 領域、あるいは産業分野におけるそのメタバース、デジタルツインのソリューションの適用、それをもってシミュレーションによる高度な製品開発 R&D をご支援したり、あるいはそれらデジタルツインを持ってスマートファクトリー、スマートフィッシティを実現していく等々のご支援をしています。さらにいくとその B2E 領域、E はエンプロイーを表していますが、企業内の組織におけるさまざまなその Web3 メタバースに対応した、デジタル人材をどういうふうに育成していくか、そういうようなご支援をしていたり、あるいは Web3 領域での DAO を用いた新しいその企業内の活性化、あるいは企業間のコンソーシアムの設立等々のご支援もしております。では続いて稲葉よりデロイトの XR サービスについてご紹介いたします。ありがとうございます。それではこれよりデロイトの XR サービスについて私稲葉からご紹介させていただきます。弊社ではデロイト XR リアライゼーションサポートということで、 AR や VR といった分かりやすいハードウェアを用いたソリューションだけではなく、さまざまなセンターなどの新技術を活用してビジネスの加速につながる新しい価値創出のプロセスを一気通貫でご支援しております。で、一気通貫でご支援というお話なのですが、
特にですね、XR を活用したビジネスの場合ですと、そもそもまだ型が決まってなかったりですとか、どのように取り組むべきかといった事業検討からご支援させていただくことが多くなっております。そういった事業検討のプロセスから、技術実証やコンセプト検証といったところ、さらにはですね、そこで有効性を確認した上で、開発ですとか、導入、運用、効果検証を進めていくという流れの全てのプロセスをですね、弊社の知見を用いてサポートすることが可能となっております。またですね、我々のチームというところは、エクサ技術を中心とした先進技術のプロフェッショナルでありまして、さまざまなですね、テーマに対してこう幅広にご支援が可能となっております。こちらにですね、例えばよく寄せられるご相談事項などを並べさせていただきました。でケース1のところですね、例えばメンテナンス業務の効率化ですとか、業務プロセスの標準化、デジタル化を実現したいというお声ですとか、ケース2などではですね、次世代型の店舗サービスや販売サービスを検証導入してみたいといったご相談。またケース3などではですね、バーチャル店舗を利用した新しい購買体験を創出したいといったような様々なですね、マーケティングですとか、オペレーション、メンテナンス、様々なところからご相談を寄せていただいております。そちらに対してですね、例えばケースナンバー1のメンテナンス業務についてでしたら、こう複数の AR デバイスを比較するところから、技術検証からご支援に入らせていただきまして、様々なソフトウェアソリューションなど、既存のものとか、まだ未知のものとかを含めてどういった業務的合成が必要となるのかの検証をなどしてまいりました。またですね、そこにあたっての選定基準ですとか、検証項目などの KPI も、弊社の知見を用いてですね、クイックに設定させていただきまして、POC の実施というところまでご支援をしております。このようにですね、かなりご依頼内容が固まっていない状態から何が必要なのかというところをコンサルティングさせていただいて、実際にビジネスの加速につながる実用性のある取り組みというものをご支援するということを進めております。またですね、そういった試みなのですが、特に開発の部分といったものがスクラッチで行うと予算感なども高くなる傾向がありまして、弊社としてはですね、さまざまな要件にですね、すぐに適用されやすいアセットなどの開発も進めておりまして、こういったですね、弊社が所有するアセットをまずはトライアルしていただいて、で、VR 自体の導入ですとか、AR 自体の導入というものを考えていただくというような試みもしております。本日2点ご紹介させていただきたいのですが、例えば VR デバイスにつきましては、デジタルオートスタジオというソリューションを作成しております。こちらはですね、車やそれ以外の建築物ですとか、そういった 3D データですとか、映像や写真などをですね、バーチャルショールーム上で、顧客と一緒に閲覧が可能なソリューションになっております。特にですね、スタッフによる接客っていうものが可能なことを意識して作られたソリューションになっておりますので、さまざまなケースですね、バーチャル上で、接客を行うといったことがクイックにトライアルさせていただけるようになっております。またですね、AR についてはデジタルオペレーションスタジオというアセットをご用意しております。こちらはですね、AR グラスなどを用いて、ハンズフリーで作業を記録できるようなソリューションとなっております。またですね、記録する対象の情報ですとか項目といったものも、ウェブサイト上から簡単に担当者レベルで更新できるような工夫をしてありまして、まずは自社の業務を試しに入れてみて、一件トライアルをしてみるといったスモールな使い方から、ご利用いただくことが可能になっております。はい。それではですね、弊社のチームのですとかソリューションのご紹介をさせていただいたのですが、デロイトのですね、メタバースについての取り組みについて、ご紹介させていただきたいと思います。まず、今ですね、メタバースという言葉何度もお話したんですけども、そもそもこういったものに定義があるのかというところから、ご説明させていただきたいと思います。よくですね、メタバースって言葉聞かれるようになったのですが、これはもともと SF の中で出てきた造語になりますので、明確な定義はありません。ただ、いろんなものがメタバースと呼ばれていますと混乱してしまいますので、弊社の方ですね、ざっくり2つに分けて整理をしております。1つはですね、アナザーワールド的な世界観というところで説明しているんですけれども、例えばですね、今とは全く異なる仮想空間ですとか、バーチャルな世界観というものを構築した上で、その上でアバターを使って交流するようなものですね。で特に SF に出てくるようなものですとか、あとは、今、ゲームですとか、フォートナイトとかいったようなものも含めて、エンタメ領域で盛んに行われているのは、こちらのアナザーワールド的世界観に分類されると考えております。一方でですね、よりビジネスのコアに近い部分といいますか、インダストリアルな世界観で使われているメタバースというものも出てきておりまして、こちらはインダストリアルメタバースというような呼ばれ方をしております。もともとメタバースという言葉が出る前は、デジタルツインなどと呼ばれておりました。こちらはですね、アナザーワールド的な世界観に対しまして、ミラーワールド的な世界観となっております。
特にですね、IoT などのデータを収集しまして、それを仮想空間上に、用意されたモデルに反映させて、こう現実とのシミュレーションですとか再現というものをバーチャル空間上にしていて、それに対して人が介在してインタラクションしていくようなものっていうものが今徐々に実用化がされております。はい。またですね、先ほどご紹介しましたアナザーワールド的な世界観にもですね、さまざまなパターンがありまして、こう何を重視をするのかによって持たされている機能ですとか、もともと想定していた用途っていうものによって特徴がございます。で、会話を重視するようなものから取引に重点を置かれているものですとか、娯楽から派生してきたものですとか、会議などですね、共通体験というものが狙われているものなど、さまざまなソリューションが出ておりまして、一言にメタバースといっても、目的に合わせてどういったツールを利用するのが良いのか、もしくはゼロから作り上げた方がいいのかということも含めて、検討することが重要になってきているのかなというふうに、弊社としては考えております。というようにですね、さまざまな形でこう皆さんが目にする機会ですとか、検討される機会が増えてきたメタバースといった技術なんですが、ビジネスにおいてもですね、かなりさまざまな用途ですね、実用化が進んでおります。特にですね、これまではコンシューマー向けの 2C 向けにこう非日常の体験というものを提供するというところで注目を集めていた VR ですとか AR といった技術なのですが、これがですね、去年ですとか一昨年ぐらいからですね、さまざまなインダストリアルの領域でも部分的に実用化されるようになってまいりました。特にですね、部分的というのは教育やトレーニングでの活用ですとか、バーチャルオフィスとしての使用ですとか、作業支援で一部分的に利用するですとか、というようにですね、業務のコアではないんですけども、その周辺業務において、使える範囲で使っていこうというところで利用が進んでまいりました。またですね、それだけにはとどまらずですね、ミッションクリティカル領域、ビジネスの業務のコアの部分についても利用がされるようにテクノロジーとして発展をしてまいきております。特にですね、ミッションクリティカルというところですと、例えば保険を販売するということですね、コアの部分においても利用されるようになってまいりましたし、設備保全そのものもですね、デジタルツインなどを駆使して、設備保全をローカルからある程度完結させようという動きですとか、建築現場のシミュレーションに活用したりですとか、シミュレーションだけではなくてですね、実際の建築自体もリモートからできるようにならないかといったところであったりですとか、自動車の製造を監視するですとか、デザインを決めるという工程でも利用されるというふうにですね、かなり業務の根幹に近いところでも実用的に使えるように徐々になってきております。例えばなんですけれども、保険の販売といった領域ですと、これまでですね、単純に保険の窓口でやっていたことですとか、個別の営業員さんがやられていたことっていうものをメタバース上でやればいいんだということではありなくてですね、保険販売といったものについて、じゃあそもそも対面でされていたとき、オフラインでやられてたときは何を見ていただいていたのか、意思決定のために何を提供していたのかっていうようにですね、業務そのものの再定義ですとか、コアの部分の特定ですとか、どこがバーチャル上ですとか、メタバース上に移行ができて、どこが難しいのかというものを突き止めるところからですね、最適が必要になると考えております。そういったですね、なかなか当事者としては考えがつらかったりですとか、さまざまなこう試しに使ってみたら分かるだろうといったようにですね、取り組みやすいっていうのもいいことなんですけども、しっかりと考えた上で取り組むですとか、どのように活用するのかっていう価値筋を、自社独自の価値筋を見つけるといったようにですね、ビジネスとしてこう非常に重要なポイントっていうものがございまして、弊社としましては、そういったところからですね、きちんと皆様と並走しまして、こうビジネスを加速させていく、しっかりと意味のある実用化を進めていくということにして、サポートをしていくということがデロイトにおける使命かなというふうに考えております。それではですね、さらにその具体的な業務の現場について最前線にお詳しい弊社森の方からですね、インダストリアメタバースの現状についてお話しいただきたいと思います。森さん、よろしくお願いいたします。はい。では私からインダストリアメタバースの現状についてお話をさせていただきます。インダストリアメタバースという言葉を聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明いたします。こちらの左の図にありますように、 3D モデルを使い仮想空間内にリアルな工場や都市を再現し、その中で AI を活用してシミュレーションを行うことで、高度な製品開発やリソース配置の最適化、新サービスの検証を実現していくというのが、インダストリアルメタバースが主に目指していることです。それだけでなく、実はそのインダストリアルメタバースで構築された
シミュレーションの上において、さまざまなその製品開発を行っていく中で、例えば自動運転車を開発していく。自動運転車を開発するのには大量のデータが必要になるわけですが、その大量のその走行データというところをそのシミュレーション環境上で生成する、入手するということだけではなく、例えば従前難しいようなさまざまな事故データというところもですね、事故の状態ということをいろいろな形で再現していくことで、そのデータを収集することができる。そのデータを持ち、自動運転車の AI のモデルを構築して実際の製品開発につなげていくと、そういうことが実現されていきます。で、実はそれだけでなく、インダストリアルメタバースの方にですね、AI が貢献していくということもございます。例えば、その AI の高度な予測機能によってですね、今まで予測することが難しかった、例えば化学反応とか、あるいはさまざまな物理的現象ということをシミュレーションすることが可能になります。こうしてですね、インダストリアルメタバースが高度化していくという、側面もございます。このようにインダストリアルメタバース、そして AI というところが、インタラクションして、実現していく。インダストリアルメタバースはこのような形でですね、さまざまな産業用途にこう使われていくというものになっています。すでに自動車業界や製造業界を中心に活用が進んでおります。例えばシーメンスは NVIDIA と、アライアンスを組み、NVIDIA のオムニバース内での没入感のあるシミュレーションの提供というところを開始しています。またこのスライドの右側にあります川崎重工は、マイクロソフトさんのプラットフォームを活用し、インダストリアルメタバースによる新たなロボットビジネスの創出というところを進めています。そのような先進的事例というところがいくつも現れていて、非常に躍進が甚だしい領域ではあるのですが、インダストリアルメタバースの活用というところが急に進めていけるというものではありません。このスライドでは、デジタルツイン、そのインダストリアルメタバースを実現していく上での3つのレイヤーというのを示しています。1つは製品レベル、プロダクトレベルでのデジタル化というところがまずベースにある。で、それができた上で、工程のデジタルツイン、例えばワークフローだったり、ビジネスプロセスだったり、そのようなものが、デジタル化している必要がある。そしてさらにその先というところで、サービスレベルでのデジタルツインということが実現している必要がある。これによって、例えばプロダクトや設備を実際にシミュレーションで動かしたことによって、例えばワークフローでどういう影響が出るのか、生産量がどう変わるのか、故障品の発見率がどう変わるのか、在庫の回転率がどう変わるのかということのシミュレーションができるようになり、さらにはそれがサービスレベルでどういうふうな影響が出るのか、例えば財務へのインパクトがどうなっていくのかと、そういうことがシミュレーションすることができるようになります。で、この3つのレイヤーのデジタル化ということをやるには、非常に高度な方法論というところが必要になってきますが、デロイトはこの製造業界全体のインダストリアルメタバースを実現する、この3つのレイヤーというところを踏まえた方法論を持っており、プロセスからサービスレベルまで一気通貫でご支援をさせていただくことが可能です。我々デロイトは、お客様の企業がこのインダストリアルメタバースを実現するために、AI メタバース技術に強みを持つ NVIDIA と強力なパートナーシップを締結しております。光栄なことに、デロイトは NVIDIA からプリビレッジドパートナーに選ばれ、今後も NVIDIA の AI ソリューション、デロイトの業務知見を掛け合わせることで、より早く、より革新的な最新のマルチクラウドな、プラットフォーム上での、AI サービス、メタバースサービスを構築することで、この取り組みを、企業、クライアントの取り組みを加速していきます。それでは、NVIDIA の最新の AI ソリューションであるオムニバースについて、サービスの説明、事例紹介、また実際にオムニバースを使う方法も含めて、NVIDIA 様にご紹介いただこうと思います。では、高橋様、よろしくお願いいたします。はい。では、ここからはですね、弊社 NVIDIA の高橋と梅沢から NVIDIA オムニバースの紹介をさせていただきます。まず最初ですね、私、高橋の方から、オムニバースの概要ですね、特に 3D デザインコラボレーションのワークフローについてご紹介をいたします。
で後半弊社の梅沢の方からクリエイト XR を使って、ね、XR のデモをこちらもご紹介をしていきたいと思います。でまず 3D デザインコラボレーションというところでこちらの動画をご覧いただきたいと思います。こちらは今左側に3つウィンドウが出ておりますけれども、3人のユーザーが別々の環境で別々のアプリケーションを使って、デザインのコラボレーションを行っているという例になっています。で右側の画面ですね、こちらにはオムニバースのビューワーが表示されておりまして、3人のユーザーがそれぞれ別々に作業されている、内容がですね、一つのシーンに統合されて、表示をされているという状況です。でご覧いただきたいのは、それぞれの3人のですね、作業がリアルタイムに更新をされてオムニバースビューワー側に反映されているという点と、あとは光ですとか影のですね、表現というところも、リアルタイムのレイトレーシングという技術を使って表示をしておりますので、最終形をですね、ちょっとレンダリングされた後の絵を確認しながらデザインの、コラボレーションを進めるということが可能になっております。でこういった機能を使うことでデザインレビューをですね、高速化をしていただくということを、目的にしているんですけれども、こちらの図をご覧いただきたいと思います。先ほどの動画をですね、図解したものがこちらの図になっております。でデータ自体はですね、それぞれアプリケーションが異なりますので、ネイティブのファイルフォーマットというのはバラバラになるんですけれども、オムニバースでは統一のファイルフォーマットで USD、ユニバーサルシーンディスクリプションというものに一度変換をして扱うということをやっています。その USD に変換されたデータがですね、中央にあるヌークリアスサーバーにアップロードされて、ユーザー間でデータを同期をしながらですね、保持をして共有をするということを行っております。で右側のですね、アウトプット先というところについても、ワークステーションでオムニバースにアクセスをしていただくということも可能ですし、後ほどご覧、後ほどですね、ご紹介させていただきます、XR のデバイス。例えば、VR のヘッドマウントディスプレイですとか、タブレットの AR で、この空間を共有していただくということも可能になっています。で、オムニバース自体は、プラットフォームという位置づけになりますので、3D のアプリケーションとの連携というのが非常に重要になっています。こちらの図は、そのオムニバースですね、現状連携をしているアプリケーションの一覧になっております。現在ですね、80を超すアプリケーション、ファイルフォーマットのデータをオムニバースに取り、連携をして、データを扱っていただくということができるようになっております。でこのあたりはですね、どんどん増やして開発を進めておりますので、今後のアップデートに期待をければと思います。でいくつか、ご紹介したい事例がございますので、説明をさせていただきます。こちらは DNEG さんというですね、アカデミー賞受賞作品も手掛けられておりますプロダクションさんになります。で左側が従来のですね、パイプライン、製作のパイプラインです。右側がオムニバースを使った場合のリアルタイムのですね、制作の環境という形です。でご覧いただきたいのはこの、ロボットですね、実際はこう鏡の前で動いていますので、鏡の映り込みですとか、あるいはライトの表現というのが必要になるんですが、従来はですね、この部分は CPU のレンダリングノードなどを使って、時間をかけてレンダリングをして動画にしていたというところがございます。オムニバースを使っていただくと、GPU でですね、その部分についてはリアルタイムに表示をして、最終形を確認しながら制作をするということができるようになりますので、制作にかかる時間というのを大幅に短縮していただけるというふうに考えております。でまた、XR での表示ですね、後ほどご紹介デモもさせていただきますけれども、オムニバースで現状、クリエイト XR というアプリケーションをベータでサポートしております。こちらを使っていただきますと、VR でですね、先ほど作り上げた 3D のシーンを表示をするということが可能になっております。で従来とですね、大きく異なる点、従来の VR と大きく異なる点というのは、リアルタイムのですね、レートレースへの VR が可能というところです。ですので、車のボディのですね、反射ですとか映り込みを表現しながら VR で90フレーム、右目、左目で出力をしたりですとか、あるいは、ライティングのですね、表現を変えると、表示される結果も変わるということが表現できますので、自動車のデザインレビューですとか、あるいは建築のレビューというところでも使っていただける機能になっているというふうに考えております。はい、では、オムニバースエンタープライズを使ったデジタルツインの事例についても少しご紹介をしていきたいと思います。
こちらはローズさんというですね、ホームセンターの事例になっております。右側が実際の、店舗ですね。左側がデジタルツインになっております。質感をつけていくと、本物そっくりのですね、店舗を表現するということが可能になっております。またセンサー情報も同期しておりますので、現実の店舗ので商品が買われますと、デジタルツインもですね、それに伴ってデータをアップデートしていくということを行っています。さらにですね、AR グラスを使った、店舗のレイアウトの最適化というようなところでも取り組んでいらっしゃいまして、こちらはですね、AR 上に、店舗の情報をマッピングしているというものになっています。であとはですね、お客様の動線のデータ、あとは、ある製品が買われたときに、よく一緒に買われるような製品というのを、店舗のレイアウト上にマッピングをして、その上で、どういった、店舗レイアウトですね、棚のレイアウトにすると、一番お客様の動線というのが最適化されて、売上が最大化できるというようなところを検証していらっしゃいます。でこの AR グラスですね、マジックリッツというものになるんですが、これは、もうまもなくオーディマスに対応していくというところでアナウンスをさせていただいております。で最後にですね、オムニバースの動作環境についてもご紹介をしたいと思います。オムニバースを使っていただく上でですね、弊社の、RTX シリーズの GPU というものが必要になってまいります。で、その搭載のですね、システムとしては、まずワークステーションがございます。こちらに RTX の GPU を搭載していただいて、構成を作っていただくというパターン。あるいはですね、GPU サーバーですね、こちらに、弊社のデータセンター向けの GPU で A40 というものがございますので、こういった GPU を搭載していただいて構成していただくようなパターンがございます。でさらにですね、デジタルツインで、なおかつ、現地の空間のセンサーの情報をインプットして、リアルタイムにデジタルツインを更新していくような、リアルタイムデジタルツインというようなユースケースの場合は、OVX サーバーというものがございますので、GPU をですね、8枚挿したサーバーを使っていただいて、大規模なデータも処理をしていただく。でさらに、その OVX サーバーを複数ノードですね、接続をして、より大きな計算リソースとして使っていただくということも可能になっております。で、この後ご紹介する Create XR についてはですね、GPU のリソースが非常に必要になります。先ほどご紹介した通り、右目、左目で90フレームでリアルタイムレートレースの VR を出力する必要がありますので、その部分はですね、非常に高い GPU の要求がございます。ここに出ておりますが、RTX A6000 というワークステーション向けの GPU で一番ハイエンドのモデルを2枚搭載したようなワークステーションが必要になってまいります。でもちろん、1枚でも動作をしたりするんですが、扱うですね、データの規模に応じて、やはり2枚必要になるというケースがございますので、このあたりはぜひお試しをいただいて、1枚で動作としてはパフォーマンス出ないということであれば、2枚のところもご検討いただければと思います。はい。ということで、私の方からはオムニバースの概要ですね、お話をさせていただきました。この後、弊社の梅沢の方から、オムニバースクリエイト、クリエイト XR を使ってですね、どういった形で、ヘッドマウントディスプレイ、あるいはタブレットディスプレイをしていくかというデモをご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。では、クリエイト XR の使い方についてご紹介していきます。クリエイト XR を使うためには、個人版かエンタープライズ版かどちらか使えます。で、2人までで作業する、1つのデータでコラボレーションするという場合には個人でできるんですけれども、3人以上になった場合には、エンタープライズ版の評価版が必要になります。じゃあ、この個人向けのものを使うという前提で今日はご紹介していきます。ダウンロードをして、いろいろと手続きをしていくと、こんなラウンチャーがインストールされます。で、ここからなんですけれども、まず大事な部分、ドライバーへのリンクということで、1点、注意点なんですけれども、このドライバーへのリンクを開くと、現在推奨しているバージョンが 471.41 というバージョンになっています。で、これよりも新しいバージョンを使うことはできるんですけれども、問題が出たりする可能性があります。今現在私が使っているのは 473.47 というバージョンなんですけれども、これの1個次の 473.81 っていうバージョンですと AR が使えません。なのでどんなに新しくてもこの 473.47 まで、もしくは
推奨している471.41 のバージョンを使うようにしてください。ではですね、この状態で設定の方をしていくんですけれども、ラウンチャーをインストールした状態だとこのキャッシュが一番最初にインストールされています。で、次にインストールするのはこのニュークリアスになります。ローカルのニュークリアスサービスを追加するところを押してデフォルトのパスでそのまま OK を押します。で、ユーザー名の部分は適当に設定しておきます。この状態でも入れられるんですけども、きちんと会社の中などでセットアップする際には、アカウント情報などを設定してください。で、ニュークリアスの方のインストールが今行われています。ニュークリアスの方のインストールが終わると、続いてナビゲーターと呼ばれるアプリケーションも一緒に入ります。こちらですね。はい。で、ローカルホストのニュークリアスサーバーの中には、NVIDIA のサンプルですとかっていうのが提供されている形になっています。で、今回は CreateXR を使っていきますので、更新のタブのところからでもいいですし、ここのアプリケーションというのをクリックして、下の方に行くと CreateXR があります。で、今現在最新のバージョンというのが 2022.2.0 のリリース1のベータなので、これをインストールしていきます。インストールちょっと時間かかるので、動画の方を1回切ります。はい。では、CreateXR がインストールしている間になんですけど、ちょっと見ていきたい部分が、CreateXR を使うシステム要件的な部分になります。CreateXR のウェブサイト、英語版の方を見ていくと、こんな形で、Intel i7 もしくは Ryzen の 2.5GHz 以上のものとなっています。で、ラウンチャーの方もですね、同じようにインストールの方が終わると、ここの方に、Intel 7の AMD もしくは Ryzen 以上のものというふうに書いてあるんですけども、オムニバースのドキュメント、こちらのドキュメントの中から、CreateXR、XR のサイトから行って、CreateXR Requirement のページを見ると、Core i9 か、12世代の Core i9 か、もしくは Threadripper の3世代以降というふうになっていて、ちょっと要件が上がっています。おそらくこっちの方が、そうですね、11月の10日に更新されたということなので、一番新しい情報なのではないかなと思うんですけれども、まあ、CPU が早ければ早いほどいいというのは間違いなさそうではあります。では、CreateXR の方を起動していきます。CreateXR 新規にインストール終わったので、スタートすると、CreateXR を起動すると、こんな画面が表示されるようになっています。じゃあちょっと私の方で使っている環境の FPS と GPU の方を表示していきます。私の環境では A6000 が2枚刺さっている状態です。ですね。で、2枚刺さっている場合に SLI という機能があるんですけれども、オムニバースの場合にはネイティブでマルチ GPU 2枚だけじゃなくて3枚4枚の GPU にも対応しているので SLI の方は必要ありません。で、あと今現在の時点では NVLink の方も恩恵を受けられないようになっていますので、こういった形でそのままお使いいただけるようになっています。ではですね、CreateXR の中にはサンプルが2つ提供されています。ウェアハウスとモダンハウスなんですけれども、ウェアハウスの方をちょっと開いていきます。で、ファイルを開く際なんですけれども、一番最初、このサーバーの方からダウンロードが走って、データの方が読み込まれる形になるので、初めてダウンロードする際にはちょっと時間がかかります。でも私はもうすでに過去一度開いてあったので、こんな形ですぐに読み込まれるようになっています。で、どうして2回目からは早く読み込まれるようになっているかというと、ラウンチャーをインストールしたときに、キャッシュ、がインストールされたと思うんですけども、そのキャッシュがですね、実はローカルで有効になっていて、一度開いたデータに関してはここのところに置かれるようになっています。なのでデータの方が早く読み込むことができるようになっています。2回目からはですね。はい。では、C の方を開けたので VR の方を起動していきます。
VR を起動する際には、お使いの PC の方で VR の方が使える状態にセットアップされていることをご確認ください。私の方ではコントローラーを見ていただくとわかると思うんですけれども、こんな形でメタクエスト2を使っています。はい。で、ジャンプして、テレポートしていって、今この中でできることなんですけども、例えばこの辺をこんな風に掴んで動かしたりとかができるようになっています。はい。よいしょ。で、画面の方なんですけども、レンダリングのパフォーマンスの部分がいくつか4つ選べるようになってます。パフォーマンス、バランスとクオリティステージ。で、デフォルトではバランスとになっているはずなんですけども、パフォーマンス選ぶとライティングの部分が制限されたり、クオリティの部分を選ぶと見た目がよりリアルになったりという形になるんですけど、それぞれやっぱり FPS の方が影響してきます。ただですね、クリエイト XR の中なんですけども、ワークトフォービエーションの方が有効になっているので、まあ、デフォルトでもある程度の FPS が出るようになっています。で、今、この私が使っている PC なんですけども、ちょっとですね、クロック数の方が足らない関係で、FPS が A6002 枚を使っている割には低いっていうことになっているような気がします。なので、やっぱり XR、VR を使う際には、GPU 2枚差し、もしくは3枚、4枚って使われる場合においてですね、FPS の方を十分に出すためには CPU の方も、非常に高速なもの、クロック数の高いものっていうものをお使いいただく必要があるかと思います。はい。続いて AR の方を試していきたいと思います。AR の際に使うシーンは、コンテンツのタブの中にあるローカルホストの NVIDIA のサンプルズのアストロノート。この宇宙飛行士の服のデータの方を開いていきたいと思います。開いたら、あとはこのスタート AR というボタンを押すだけです。タブレットの方なんですけれども、AR の方を使うためには iPad Pro でライダーのセンサーがついたものが必要です。あと、App Store の方からオニバースのストリーミングクライアントをダウンロードしてインストールしてください。で、使う際なんですけれども、サーバーアドレスのところに、Create XR が起動している PC の IP アドレスの方を入力して、設定していきます。で、それができたら、開始することができるようになります。で、私の方では、こんな形で始めて実行するんですけれども、グリッドが表示されて、そこをタップすると、シーンの中の000の位置の部分が表示される形になります。で、この宇宙飛行士の服なんですけれども、実寸で出てたので、ちょっと大きすぎるので、ピンチズームで小さくしていく形です。で、今現在背景が出てたんですけれども、Create XR の中で背景の非表示のアイコンをクリックすると、こんな形でパスルーで AR モードで実際にモデルの方を見ることができるようになっています。で、大きさの方をこんな風に変更したりですとか、実際の場所に置いた形で見え方などが確認できるようになっているというのが AR モードの部分になっています。はい。で、今までご紹介した部分なんですけれども、こちらにある URL の方から参考になる情報がダウンロードできたり、もしくは閲覧することができるようになっていますので、ぜひこちらの方もご参考になってください。はい。では、最後にですね、オムニバース関連情報というところでお伝えをさせていただきます。弊社の方ですね、今、オムニバース早分かりサイトというものを作っております。でこちらはですね、今日ご紹介しきれなかったオムニバースの最新情報というものを掲載をしている、シェアポイントのポータルサイトになりますので、ぜひこちらもですね、アクセス登録制になるんですけれども、登録をいただければと思います。後ほどお渡しできるかと思いますが、資料の方にですね、早分かり登録フォームというものを載せておりますので、こちらからぜひご登録をいただければと思います。でこの中、アクセスしていただきますと、オムニバースの機能の他に、実際にこう導入いただく際に必要になるようですね、チュートリアルのビデオを、ご紹介ですとか、あるいは開発者さん向けの情報ですとか、事例集ですね、といったものもございますので、ぜひ、参考にしていただければと思います。
また、CG ワールドの方でですね、オムニバース関連の記事、連載記事を行っておりました。こちら、各社さんですね、熊建国建築都市設計事務所さんですとか、サイバーエージェント様といった企業様の、検証記事が掲載をされておりますし、中にはですね、構成情報ですとか、構築に関する情報なんかも含んでおりますので、ウェブで検索をして、過去の方を分かりに見ていただくことも可能ですし、我々の方で、ブックレットにまとめた PDF もございますので、こちらも早分かりサイトで、入手をしていただくということができますので、ぜひこちらもご参考にしていただければと思います。はい。ということで、NVIDIA の方からですね、オムニバースの概要のご紹介と、クリエイト XR のデモをご覧いただきました。ご清聴ありがとうございました。高橋さん、梅沢さん、ありがとうございました。オムニバースについて、皆様のご理解が進めば幸いです。私もですね、弊社の方でも、会社としてのオムニバース環境というのは構築進めたりしているんですけども、個人としても今日の動画を見ながらですね、自分のパソコンにも試しに作ってみて使ってみたいなと思いました。またですね、実際自分でやられる方も多いと思うんですけれども、プロが作ったものとかがどこまでできるのかっていうところで、そのクオリティところを見たいなという方も多いかなと思います。実はですね、今回10月22日、23日のオフライン展示の方でも、弊社のブースにおいてオムニバースの体験が可能となっております。特にですね、インダストリアメタバースに関するご相談もオムニバースの体験とご一緒にお受けしておりますし、弊社のですね、本日ご紹介したソリューションですとか、それ以外のさまざまな取り組みのご紹介なども実施可能になっております。またですね、クリエイターの方ですとか、技術を進められている会社の方もですね、例えばこういったものを作ってるんだが、どういう角度でクライアントに届けることができるのかですとか、デロイトと組んで何かやれることがないのかといったご相談も受け付けておりますので、ぜひ皆様オフライン展示会場にもご足労いただければ幸いです。それでは本日の講演は以上となります。皆様ご清聴ありがとうございました。ぜひオフライン展示会にも来ていただける方はそちらでお会いできれば嬉しいです。ありがとうございました。よろしくお願いします。本セッションは終了となります。セッションの聴講ありがとうございました。次のセッションページへとご移動いただき、引き続き XR 会議をお楽しみください。